6000人のユダヤ人を救った杉原千畝氏のことが話題になっていました。当時リトアニアの領事だった杉原千畝氏は、ナチスドイツの迫害から逃れてきたユダヤ人たちに無許可のビザを発行し、結果、大勢のユダヤ人の命を救ったそうです。亡くなる前年の1985年にイスラエル政府から賞が贈られるまで、杉原千畝氏の功績は世界的にほとんど知られていなかったようです。そんな日本の知られる英雄に、ユダヤ人たちや海外から絶賛の声が寄せられていました。
最後までご視聴いただき、ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、お願いします。では、またお会いしましょう。日本って、いいね。